どうも、てっぺチャンネルです。今日は千葉県印旛沼周辺に来ました。そして今日は印旛沼したらカミツキガメ、これガメラですね。ありました、ガメラのちょっと何ですか、観察っていうかね、まあ撮影外来なんで、はい、持って帰れない、飼育できない、売買できない、はい、こんな感じですね、うん、見るもんではね、うん、何も問題ないし、はい、どれぐらいのがいるかと。そうですね、うん、そうですね、まあ、前回もう2年経ってるんですよ。そうなんですよ、うん、さっきも来るね、うん、車の中で明石さんとね、うん、あれ去年だっけなんて話してね、はい、去年じゃなくて一昨年なんですよね。もう丸2年ね、うん、前回もこの時期なんで、時の経つの早いこと、やだね本当に年齢経てば経つほどね、時が経つのは早いですよ。子供の頃の2年って言ったらめちゃくちゃ長かったんですけどね。これを見てるちびっ子のね、君たちもあれですよ、時を大事にしてくださいね。はい、あとは、はい、まあ、草ガメ、草ガメね、うん、あとはもうこの周辺で見れる生き物、はい、いろいろといろんなのいましたもんね。そうですね、前回も、はい、ハイロゲンゴ、はいはいはい、まあ、今日も見れると思いますので、てっぺちゃんあれでしょ、アメザリのでかいやつ、いいですね。もう今売買ができないので、うん、取るしかないですからね、うん、持って帰る分には全然問題ない、大丈夫ですよね。今まではむちゃくちゃでかいやつは、うん、例えば TL135 とか、うん、140とかは食べられちゃったりね、うん、天敵がいるからそこまで育つものが天然でいないんですよ。だからやっぱ買うしかなかったんですね。だからでもそれが買えなくなったから、やっぱり飼って育てるとか、うん、そういう形になっちゃうんですよね、うん、まあカミツキガメはね、あんまザリガニ興味ないですよ。カミツキガメほらザリガニ大好きなんで。そうですね、うん、まあちっこいうちはバクバク食べられますからね、はい、はい、わかりました、うん、じゃあ見つかればいいなっていう感じ。そうですね、はい、はい、それでは、てっぺチャンネル、今回も張り切って、いってみましょう。フナいますね。はい。フナの稚魚。そうですね。もうフナ多いですよ。ほら。おお。なるほど。めっちゃこんなに取れるってことは湧いてそうですね。そうですよね。いい生態ほら。なんかひたつまいまいっぽいけどミスジかな。これ何ですか。ミスジまいまいですか。おー、ゼロゼロいいじゃないですか、うん、取りましょう。下で受けてるんで、うん、擦ってください、上から擦る、うん、うん、そうです、おー、取れた、うん、おー、すごい、ミスジマイマイ、あとちょっとで、あれですね、正解ですね、うん、口ができて、ここいつもいますね。いつもいる。なんか俺が子供の頃、近所でいつもいる、なんかこういう場所があったんですよ。それを思い出しますね、マジで。フナ多いな。フナの稚魚が多い。あ、まためちゃめちゃ赤ちゃんですね。こんなのカメからしたらあれじゃないですか、もうごちそうじゃないですか。大きさといい形といい、まさか違いますよね。いや、これそうじゃないですか。まさか、何何何何これ、これ、あ、違うか、違う、わさいますか、はい、あ、いいわだ、やばいな、紛らわしい、紛らわしい、うん、紛らわしい。一網で、何、クソ、クソ、クソ、うわ、ね、一網、ザリガニですね、うわ、同じポイントをもう一つ食いで、これひどいな、完全に外来種に侵されている。いい餌なんですけどね、これいい餌なんですけど、カメからしたら大ごちそうですよね、うん、今日は曇りだから裏じゃなくて表にいる可能性もありますよね。ないです、昼だから。そうなんだ、うん、夜だったらありえますけど、じゃあ下から見た方がいいですね、もちろん。あ、そう、うん、100% ではないですけど、区割り区分ないです。あ、じゃあほぼほぼないな、うん、じゃあこうやって見ても意味ないですね、うん、そうです。これが雨降ってたらもうちょっと確率上がりますけど。なるほどね。2匹いた、わかります？あ、わかった、わかりました、はい、ちょっと遠いですけど、
多いっすね。これあれ入った。あともう一個。取れた。正解だ。うん、正解ですね。やっぱそれがいいですよね。ね。うん、めくれてんのが。園部さん、今日むやみやたら救わない。ルッキングしたい。ルッキング採取。あ、雲が欲しいってこと？雲。なんだろう、何かと思った。あ、落ちた。いる。バケツ開けてもらえますか？いよいよ足いる。おそらく。これ。これかい。はい。ありがとうございます。あれを見逃すてっぺいちゃん。え、なにこれはいいっすよ。あ、それのこと言ってんの？これそれでしょ。ダッツ。じゃあちょっと俺も自分で。うわ、きついな。おお。あー、ミスジらしいミスジ。正解。あげさん、クワの実。クワの実。なんすかこれ。クワのこの木の実。あ、はい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 。あ、食っちゃうんすか。うん。だこれ、ほら、マルベリーかな。ああ。試しにどうぞ。毒じゃないんで。本当すか。本当に。うまいっすよ。本当だ。味する。うん。口の中がもう紫色になる。ハハハハ。あ、ほんとさ、白昆布丼、これいいぞ。そうですね。あ、こっち、あれじゃないですか。取りましょうか。あ、ほんとだ、ゾウムシ。結構珍しいですよ。やば、あれが取れた。え、カメムシか。それはやらないですか。これはやらない。それはなんだ。子供でしたね。白昆布じゃないですけど、前々の妖怪がすごいですよ。ほら、ビーリングで。ほら、ミスジ？ミスなんかわかんないですけど。本当だ。うん。すごいですね。うん。あれ？これクワじゃないのか。クワの葉取りしなきゃ。トト大喜びのクワです。これ食べるんです。そうです。動いてる、動いてる。やばい、どこ、取っちゃった。めっちゃ目いいな。どこ見てるかもわかんない。やるー。生きてますよ。ゾウムシ結構こうやってね、死んだふり、ね、そう、死んだふりするんですよ。これ一匹ぐらい自分で見つけたいな。あの喜びが欲しいわ。マジ？ああ、なんでペッペちゃんここで見つけられなかったんですか。いやー、わかんない。顔裏関係ないですよ。ちょっと待って、どこですか。ちなみにあれ、うん、あれそうなの。鳥の風味あれ違うでしょ。そうでしょ。じゃあ行きましょうか、うん、マジだ。ほらやば。じゃあもう明智さんの思惑通り、鳥の風味だって疑われた俺。いやあの、園部さんの嘘本当疑ったかったんじゃなくて、これ鳥の糞でしょみたいな。いたマジか、うん、もうこれだとてっぺちゃんでも見れる。見れるとか、ここに下がんねえ。いや、もう分かった。ここもう分かった。分かった、うん、じゃあちょっと取ってください。あー、これか。そう、きっちぇ。風強いから落ちない。よっしゃ。こいつ活発ですね。あ、ほら、綺麗だね。うんうん、これ綺麗なんですね。綺麗ですよね。でもこれって多分粉が綺麗なんですね。体に付着してる。ああ。って思うんですよ。あ、ここいっぱいいるね。ここ交尾してる。こっちの。変なパンダみたいなやつもいるな。それがあれだよ。あの。でも大きさそんなないですよ。うん。2頭追わなかった。ほら、まあ、よっしゃ。
やっとてっぺいゲットだぜ。こういうのでも貴重になっちゃうじゃない。何ほらほら、早切り、草切り。ああ、これはね、首切りギスかな。ギス、ちょっと待って、首切りですね。首切りギス。ドラキュラの口してる。はい、うん、首切りギスでしょね。夜の一発目、下道中の下道。そうだな。なんか僕は明智レーダー、はい、感じますよ。明智レーダーいるって。これはあるか。あるか。あるある。さっきのやばかったもんな、昼間の。ないわな。めちゃくちゃ髪切るかもしれない。網で挟み撃ちしてましたからね。違うかっつって。ほら違うか。カミツキガメはね、いくら重たい言うてもね、網で左右から挟み撃ちしたらね、少しは動くのよ。おかんが言うにはな。もうちょっと教えてくれる。うん、カミツキガメ結構沈んでるらしい、ね、ほらカミツキガメやね。探してください。いやいや。なんとか取れ高を作ろうとね、今ね。もうてっぺいチャンネルも生物ネタじゃなくなったらもう終わりだな。もうはい、お疲れ様でした。今日は1日ですね。今日はね、結構俺がショックでかいかもしれないです。まあだからカミツキガメが見れなかったってことで数が減ってるんであれば幸いなんですけど、どうですかね。条件悪かっただけじゃないですか今日は。ただ単に水ダブダブだし。ただ単に。ただ単に。確かにね。俺は草ガメ見れなかったのがよっぽど残念だけど。そうですよね。うん、草ガメすら一匹も見えないですからね。うん、やばいですこれは、うんうん。だって今日生き物何見た。本当に、うん、本当に数えるほど、うん、もう俺もゾウムシしかもう印象ないですよ。まあ今日はね、はいはい、一番の収穫ですよね。収穫、まあそうですね、うん、結構珍しいですから、うん、はいはい、うん、まあしょうがないかな。でも俺は関東アオサよりはよっぽどこっちの方がまだマシ。ショックは少ない。少ない。だってそれなんでですか。いや、ダブ水ダブダブで、はい、ガサ入れもね、はい、やってもやってもあれだし、ポイントを移動しても、はい、ダブダブ。挙句の果てにはあっちダブダブだったところが、はい、田んぼに水ないんですよ。この差は何なんですか。やっぱり田んぼ管理してる人が水出した人と、うん、まだ出さない人、うん、そういうことですよね。まあそれはそうですけど、うん、まあね、もう去年は来てないにしろ一昨年の条件に比べたらもう悪すぎるっていうか。いや悪いです。だからもう今日ちょっと、ね、うん、逆に俺の方がしょんぼり、うん、しょんぼりですよ、うん、笑ってるけど、うんうん、そういうこういうとこもあるってことで。そうですね、だからやっぱり自然を相手にしているのでね、うんうん、やっぱこういうのがあって撮った時の喜びがあるっていう前向きな考えに変えていかないとちょっともう厳しいですもんね、うん、そうですね、うん、まあ負けずにね、うん、今年の夏もいろいろちょっとやっていきたいと思うので、はい、お願いします、まあ、まあこれからね、梅雨入って、うん、梅雨明けたら夏の虫がうわーっと出てくるだろうから、ね、うん、まあクワカブ、はい、カミキリ、はい、うん、まああとその他もろもろ、はい、うん、これでね最後の最後でドーンと出てくれれば嬉しかったけどね、疲れも吹き飛ぶみたいな感じもあったけども、そうですね、最後の最後で何にも出なかったなんて、うん、悔しかった。うん、ね、まあこういう時もあるっていうことで、はい、次頑張りましょう。はい、はい、うん、じゃあこれからも、はい、てっぺいチャンネルをよろしく。